はい、どうもこんにちは。今回のまた逆転裁判1、2、3なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、調査、まあ警察局長室の、まあ、調査の続きを、まあ、ちょっとやったわけ。まあそして布切れの指紋が宝月あかねだったっていうことが分かったのと同時に、糸の子刑事がクビにされたりとか、まあいろいろあって、まあ法廷を迎えたわけよ、最終日。で、始まったはいいものの、その、あかねさんがさ、とかおそらくガンドに命令されたんだろうな、その、あかねさんがもう私は認めるから、もう早くこの法廷終わらせてください、って言わされたわけよ。まあ多分言わされてんだけど、そう、言って、さあ終わろうかって時に、三剣源氏が、おいおい、まだ真実が明らかになってないぜ、つって。っていうことで、巴さんでもガントさんでもなく、この茜ちゃんを引っ張り出して、真実を明らかにしようと。その SL95 事件についてね。で、前回ちょっと、まあ、揺さぶって、まあ、ちょっと時間的にあれだったから終わって、まあ、今回また続きからね、やっていこうかなと思います。はい、やっていこう。その時のことを聞かせてもらえるかな。ケンジさんは私と青影に飛びかかってきました。その時、部屋の電気がパッと消えたんです。電気か。ちょうど今頃の時期だったんですけど、あの日は雷が鳴っていて近くに落雷したんです。それで停電に。しかし妙ですな。部屋が暗かったのなら何も見えないはずでは。あの一瞬窓の外で雷が光ったんです。そのストロボのような光が目に焼き付いて。なるほど。私その時のことを刑事さんにも話しましたから。刑事さん。正しき刑事さんです。捜査責任者の。正しき道を。被害者の捜査官か。聞いた方がいいでしょう。正しき捜査官と話をしたんだ、2年前に。言ってくれ、あかねちゃん。今回の事件、私怖かった。2年前に会った捜査官の人たちがみんな関係していたから。左衛門さんにお京さん、ガント局長に正しきさんか。正しき捜査官にはあなたが目撃したことを話したんだろうか。話しました。でも、私、その時うまく言葉が出てこなくて、絵を描いたりしたんですけど。ちょっと、あかねちゃん。え?か。前にも聞いたような気がするな。おいおい、あかねちゃん。あかねちゃん、聞き捨てならないね、その絵。重要な意味を持つと考えます。しかし、2年前、証拠品の中にそんな絵はなかったはずだが。ここでさ、絵をさ、パッて出したらなんか、ちょっととんでもないよな。なんで持ってんのってなるよな。わかりました。理解でなくなっちゃうみたいな。おいおい、あかねちゃん、まあ、一応聞こうか。一応揺さぶってみようか。一回、君が目撃した光景、確かに絵に描いたんだね。はい、私少しでも捜査の役に立ちたかったから。目を閉じるだけでいつだって見えちゃうし。しかしそれは少し不自然だ。左衛門検事の死後、あの事件は私が引き継いだんだが、そのような証拠品は受け取っていないのだが、証人の勘違いではないのだろうか。私、確かに描きました。気のせいじゃないです。あかねちゃんの描いた絵か。何か引っかかる。まあまあ、そうだね。まあまあ、分かってる分かってる。最後になんか聞こうか。まあ、残ってたからね。それは、本当にショックでしたね。目をつぶると今でもはっきり見えるんです。ところで、その時あなた自身はどうしていたんだろうか。確か青影城に人質に取られていたと証言されていたが。あの時雷が鳴って部屋の電気が消えた時、ケンジさんが殺人犯に飛びかかりました。そして私は放り出されて、二人は争い始めたんです。私はそれを見ていたんだと思うんですけど。あかねちゃんに嘘をつく理由はない。
しかし巴さんにはその理由があるんだ。あ、これ終わったな。あがんちゃん、あの時操作したけどさ、見せなかったよね。もしかしてあかんちゃん、この絵だったりしないかな。三塁賢治、この少女が一生懸命真心を込めて描いた絵、あなたはあくまでも否定するのですか？え？私を悪者にしないでもらいたい。否定も何も担当検事として私はそんな絵は知らぬ。しかし実際ここにこうして存在するのですよ。これは SL95 事件の証拠品リストですか？そのリストを裏返してご覧ください。裏と、ああ、これはなんだこれは。あ、私の描いた絵です。それメンタル強えなお前確かに二人の男が争っているようです。バカな、そもそも弁護人。でもさ、これのかけだれじゃない三剣がさ、隠蔽したことにならないじゃん。よかったじゃん三剣も。三剣じゃなくてガントさんが隠蔽していたってことがさ、明らかになる裁判かもしんないな。なぜ貴様ごときがこのリストを持っているのだ。ごとき、証拠品リストは担当検事が管理している。それなのに。おや、この2枚のリスト内容が違うようですぞ。なんだと。どうやら三塁検事、2年前の証拠品リストは不完全だったようです。このリストは2枚で1つになるようです。お互い切り取られた跡がありますからな。つまり三塁検事、これではっきりしたわけだね。2年前、君のところに全ての証拠品は届いていなかったんだ。何？もう完全に三塁が悲劇のヒロインじゃん。静粛に。しかしこんな大事なリスト裏に絵を描くとは。取調室で正しき検事さんに渡されたんです。それ、待てよ、半分に切り取られたリスト、もしかして。裁判長。何ですか弁護人、いい年して目をきらめかせて。証拠品リストが半分に切り取られたものならば、三塁検事のリスト裏にも何か書かれているかもしれない。あー、なるほど、書いた後切ったみたいなね。はっ、三塁気づいてないのそれ。三塁検事、可能性はあるだろう。でも何も書いてないよ三塁。うわ、む、何も書いてなかった今真っ白だった今。ねどうかしましたかな。明らかにどうかしたみたいだな。プルプルしてる、プルプルしてるよ。失礼。確かに私のリストの裏にも絵が描かれていたようだ。これがそれだ。え？逮捕くんじゃん。もう音楽なかったら気づかなかったけど、音楽なかったらなんか、あ、なんかトランプのマークかなと思っちゃったけど、ジョーカーかなって。ジョーカー？まさか。逮捕くん。これはそのいわゆるあれですかな。昨日商工会室で踊っていた彼。おそらくどこかの刑事課長が落書きをしたようだ。やれやれ、刑事課のあのおじさんかな。いや、あ、ここらでやるか、まさか。あ、違うな。完全なものになったって言うけど、これ絵つながってんの？あ、いや、これ絶対落書きじゃないの、一緒だもんな、マーカー。2年前にあなたが描いたこの絵について。え、はい。どうしたんだ、あかねちゃん、絵を見て何か考えている。まさか違うのかな。この絵、私が2年前に描いたものです。
雷が眩しくて黒い影しか見えなかったけど、この後私気絶しちゃったみたいです。間違いなくあの時見た光景をそのまま書いてあります。一瞬の雷の光が目に焼き付いたのですね。それだけに茜ちゃんは見たままを書いている。どうやら矛盾は見当たらないようです。殺人犯青影城が左衛門直と源氏を殺害した。それでは弁護人尋問をお願いします。今のところでもないよね、特にね。太陽君に心当たりはないのって言うべきだけどな、本当は。絵は事件が起こってすぐに描いたのかな。多分2、3日ぐらい経っていたと思います。私しばらくはショックで何もできなくて。その間に捜査班が再編成された。グラント開始宝月智恵の指揮のもと、正しき捜査官が捜査責任者に任命されたわけだ。事件から2、3日後、それならまだ記憶が薄れることはないな。ところで証人、この絵は真っ黒に青つながりに話の、じゃあ助けてくれたのが左衛門賢治だったということも。分かりませんでした。分からなかったならもうなおさらもうもっと追求する必要あんじゃん。雷が眩しかったし突き飛ばされましたから。突き飛ばされた。私あの犯人に捕まっていたんです。そこに賢治さんが飛び込んできて、私背中から思いっきり突き飛ばされました。振り返った瞬間、あの雷が光ったんです。本当に危ないところだったんだな。そしてこの運命の一瞬の後、あるかなんか。じゃあ犯行の瞬間は見ていないんだね。はい。見てたらトラウマだよな、さすがにな。雷の光が闇を払うのはほんの一瞬に過ぎない。そしてか弱い少女が気絶したのも無理はない。そんな証人をそれでも君は責めるというのか。さっきの仕返しだな。僕を悪者にしないでもらえますか。この絵は、くどいようだけど本当に見たままを描いたんだね。はい、間違いないです。刑事さんたちから聞いた話に影響されたという可能性は。我々が証人の記憶をねじ曲げたとでも言うつもりかな。いやいや、そういう意味じゃないですけど、こういう時のあいつの目、シャレにならないよな。この絵何も聞かされる前に描いたんです。だから何かに影響されることはなかったと思いますけど。弁護人、目におかしい点でもあるというのですかな。え？そうですね。いやでも暗闇の中見たんでしょ。だったら別に怪しいもクソもなくない？まともに見られてないんだから。まあ、強いて言えばこの、ナイフというよりはね、なんかリレーのバトンにしか見えないからな。てかもう太陽君が怪しすぎんだけど。お前らそこ話せよ。どうもおかしい。彼女は自分の目に焼き付いた一瞬をそのまま描いたはずだ。それなのにこの違和感。ああでも棒が白いわけないか。そっか、まあ、棒が白いわけないか。黒い影しか見えなかったんだもんな。そういうことかな。白だもんね、ナイフだけで。右で左手は別にそこまで、まあ一瞬の光景ということで描けなくもない。行ってみようか。いやもう違うじゃん、絶対違うじゃん。
でもこのミスつら。ちょっと最後のやってみ、ああ虫食いが見えなかったけど、これに刺せばいいのかな。ああ、なんか違う。今の証言人の発言はどう思われますか。え、どうと言われても明らかにその矛盾してると思うんですけど。いやいや、裁判長、もう一回喋ればいいの。あ、違うな。どうすればいいんだ。いいね、おかしいけど。その明らかに矛盾しているってどこで言えばいいの。なるほど、どこで言えばいいの。この絵が矛盾しているってことどこで伝えればいいのね。えそれを教えてよ。突きつけてんけどさ、突きつけてるけど聞かないんだって。もう一回これ聞くの。変わんないもんな。え、どこでなるほど出せばいいのこれ。なるほど、なるほど、どこで言う、なるほど。あ、いや、それっぽいとこに一応突きつけたけど、なるほど。全然進まないんだけど。なるほど。次と思え。関係ないもんな。なるほど。こんな感じ、OK。なるほどね。背後より一度、これですか。なるほどさん。すいません、遅くなっちゃって。もうこれは文句のつけようがないわ。俺が悪いわ。音楽はやむんだな、正解だったら。非常に残念ですが、証人の描いたこの絵には大きな矛盾があります。そんな、だって私、今でもはっきり思い出せるのに。どうやら、指し示していただいた方が早いようです。え、いや、背中からってどう行けばいい。どこに刺せばいい。刺してる側が違くないとも言えるし、背中向いてなくないとも言えるし、どっち刺せばいいのこれ。背中から刺したって日本語的にどっち大事にすればいいんだ。刺しただよな、一応やっぱ動詞だからな。ここです。違う、なるほど。あ、進んでるっぽいぞ。そうはいかないんだよ、茜ちゃん。一体何が問題だというのだ。簡単なことです。背後より一度刺されて失血し、被害者が一回しか刺されていないのであれば、犯人が振り上げたナイフが折れているはずがないのです。ええ、ちょっと進まないで、勝手に勝手に進まないで。ちょっと待って。え、背後から刺したってことが問題じゃないの。え、どう考えてもそっちのが、この絵背後からじゃないじゃんみたいなね。そう、え、まあまあ進んだからいっか。そのナイフは犯行の前から折れていたと考えればよい。そうはいきません。折れたナイフの先は被害者の体内から発見されています。初めから折れていたのなら、そんなところにあるはずがない。確かにその通りです。これは一体、あの先が被害者の体内から発見されたのは事実なのだ。それならば、その証人の記憶違いとしか考えられぬ。おすごい、喧嘩してんな。だからこそ僕は何度も証人に確認したのです。記憶違いではないのか。でもそうではなかった。
だから別に、だから別に誰か刺そうとしたんでしょう。残念ながら一つだけあるんですよ。ミツルケンジ忘れたのかな、この事件には不正な証拠の捜査があったこと。何？つまりこの折れた刃先は検察側の捏造だった、そう考えることができるのです。セスクセスク、やはりあの事件の捜査には不正があったというのですか。ここでもう一度2年前のあの事件があった日のことを確認してみましょう。振り返られる振り返り。あの日は警察局と検事局の式典が行われました。いいね。左衛門直人検事はその式典で検事局長を受け取った後、ガンと海事とともに青影城の事情聴取に当たった。その事情聴取の最中、青影は取り調べ室から逃走。左衛門検事はその後追って青影城に視察された。この物語のどっかに嘘が潜んでいるのです。ふふむこ、そんな 4パートぐらいしかなかったよ。嘘なんかついてないのに。犯人が振り上げたナイフは最初から折れていたんです。もしそれが真実ならば他に考えようはない。これは凶器ではなかったのだ。折れたナイフが他にあったと考えるしかない。おいおいおい、折れたナイフ、そんな噂あるのか。折れた刃物の正体、いやいや僕は分かってるよ。まああれが抜き差しできるか分かんないけど、これが抜き差しできるやつか知らないけどさ折れた矛が抜き差しできるか分かんないけど、抜き差しできるタイプか分かんないけど、取り外し可能か分かんないけど、見間違いで片付けるわけにはいかないでしょう。なるほどさん、彼女は見たのです、あの一瞬折れたナイフを。とやら弁護人には考えがあるようですね。別の凶器の存在。凶器は最初から折れていた。一つだけ可能性はある。ご覧いただきましょう、これが凶器の正体です。行きましょう。どうやら最初から折れていたのは弁護士自身だったというわけか。あたかもね、失敗に見えるけどね、俺は心は聞こえてるから。 BGM が止まってんのね。え、これ以上いい加減な主張を続けるのであれば。え、なんで？もうこれで十分じゃん。十分じゃんで、これ写真あったっけ？写真あったっけ？写真なくなんだって。あー、この写真見せるんだ。ごめんなさい。やはり答えは2年前にありました。いや、そのさ、もう。その表彰のやつがさ、まあ、ガントさんがさ、折れた矛をさ、廃止したみたいなこと言ったから、それ証拠に書いてんだからさ、もう分かってくれるかなと思うじゃん、みんな。そんな証拠だけ見てさ。なんその決めつけんの。このパネルの中に。受賞式の日の写真。ああ、違う違う。ああ。どうしましたか、ミツルキケンジ。折れた凶器。左衛門直人検事が持っている商品に注目してください。あ、無理やり取ったのかな。もう軽ごと折れたナイフがこんなところに。証人の絵に描かれた凶器は青影城のナイフではなかった。それならばその正体はこの商品だったのではないでしょうか。正しくに。あの日左衛門検事は検事オブザイヤーに選ばれた。商品としてこの割れた盾と折れた剣を受け取ったのです。
そして青影ジョーが逃走した時、とっさにそれを手に取った。警察官ではない左衛門直人は当然ピストルを持っていない。折れた剣はいざという時のための武器だったのです。はい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 。そんなことはありえぬ。その理由は、もし検事局長の折れた剣が凶器ということになれば、被害者と加害者が逆転しまうではないか。なんだって。つまりだから別シーンだったんだって。いい加減にしろよお前ら。その解剖記録の刺されたやつ違うって別シーンよ。だからガントさんが青掛城がやってんのって。この写真はナイフを振りかざしているこの犯人こそが左衛門直人検事だったということになってしまうのだ。そんなさ、そんな単細胞みたいな推理やめろよ。他にも人いただろう。実際亡くなっているのは検事の方ですと。はあ、確かに。一体どういうことだ。どうやら弁護人の勇み足だったようだ。あった。誰。待ってください。私思い出しました。すべて証人。あの一力検事さん。何だろうか。さっきの検事さんの証拠品リストを見せてください。リスト？裏に落書きされていたあれですか。うん、太陽くんね。やっぱりそうだ。これやっぱり私が書いたものなんです。なんだと？君が書いた？私が書いた時リストは破かれていなかったの。二つで一つだった？修二とアキラ？そうです。私あの時のことを必死で忘れようとして今まで心の底に閉じ込めていたんだ。どうやら証言として伺った方がいいようです。よろしいですか証人。はい。ナイフの矛盾に謎の太陽くんの影。一体どんな話が飛び出すんだ。ちょっとキリいんだよな時間的に。一旦聞き、あ、だから聞き切るか、聞き切るか。まあ、聞き切ろうか。とりあえずじゃあ犯人の人がナイフを振り上げるのを見て私夢中で飛びかかったんです。二人の人影に向かって。お前が飛びかかったんだ。そしてナイフの人を突き飛ばした気がします。その時窓が一瞬光って私太陽くんを見たの。部屋の中にはいなかったのに確かに太陽くんでした。はい。なんというなんか重なって太陽くんに見えたのかな。バカな、ありえぬ。刑事課の課長がこの怪物を生み出したのは今年のことだ。年前にはまだ存在すらしなかったわけか。それでは弁護に尋問をお願いしましょう。何？これ以上判定を裁判を続けないでお願い。お前さん、何ですか。被告人、被告席を離れないように。こんなの違法よ。私罪を認めているではないですか。どうしてそっとしておいてくれないの。お前その声張るの難しいんだって。さすがにさ、もう俺も頑張ってさ高い声出してっけどさ、声張るの無理だって。極端になっちゃうもん。もうなんかもう人間なんか自然な喋り方なんないもん。大月須江検事。はあ。すでにここまで来てしまった。もう戻ることはできない。みんな気になるもんな。だってね。帰れ。巴。いよいよ確信に近づいたみたいだな。帰れ。思い出したこと。ちょ、なんか見てみようか。なんかあんのかな。絶対見えてんだって。なんか影が重なってたまたま太陽くんみたいになってんだって。ガントさん、怪しいとこないか。怪しいとこないか。
ないかどっか、どっかないか、太陽くんぽいやつ。太陽くんぽいやつないか、太陽くんぽいやつ。パッと見でもわかんねえな。パッと見わかんないな、この写真だけだと。現場の写真ないからね。まあいや、一旦終わるか、じゃあとりあえず。はい、というわけで終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。